北薩トンネルは、鹿児島県薩摩郡薩摩町白夜から同県出水市、高尾野町柴引に至る北薩横断道路のトンネルである。全長は4850メートルであり、鹿児島県の道路トンネルとしては最長、九州地方の道路トンネルとしては、九州自動車道の各島トンネルに次いで3番目の延長を有する。北薩地区の後方である紫、雄山を貫き、愛路であり、線形不良となっている国道504号の堀切峠をバイパスする。2018年3月25日に北薩トンネルを含むキララ IC から中屋敷 IC までの区間が開通したのに伴い、供用を開始した。北薩トンネルが貫く紫、雄山北薩トンネルの一途。北薩トンネルの北東に紫雄山山頂があり、トンネルに並行して、国道504号が通る県道の国道504号、北薩トンネルは鹿児島県の阿久根市から薩摩町を経由し、霧島市に所在する鹿児島空港に至る地域高規格道路、北薩横断道路にあり、薩摩郡薩摩町と出水市の境界に位置する出水山地に属する紫、雄山を貫くトンネルである。片側1車線の暫定2車線となっており、自動車専用道路として供用中。北薩トンネルの区間の国道504号は指定区間外のため鹿児島県が管理する。北薩トンネルの開通により、キララ IC から高尾のインターチェンジまでの区間の所要時間が狭隘である従来の国道504号の堀切峠経由ルートの25分に比べ、北薩トンネル経由では9分となり、冬季に発生する堀切峠の積雪による交通規制も回避可能となる。北薩トンネルの開通までは、奄美大島にある国道58号の阿美の子トンネルが鹿児島県の道路トンネルとしては最長であったが、阿美の子トンネルの延長607メートル上回り、北薩トンネルが鹿児島県内で最長の道路トンネルとなった。2018年現在供用中の日本国内の道路トンネルとしては26番目の延長となっており、九州地方において無料で通行することができる道路トンネルとしては2018年現在最長である。高速自動車国道、有料道路を含めても九州自動車道の各島トンネルに次いで3番目の延長を有する。なお、東九州自動車道のイノシシ80トンネル開通後は、同トンネルに3位の座を明け渡す予定。また、道路用に限らない、鹿児島県最長のトンネルは、北薩トンネルの泉川高校の近隣に高校がある、九州新幹線第3紫雄山トンネルである。北薩トンネルに並行する国道504号の県道部は堀切峠と呼ばれ、峠の標高は650メートルである。第二次世界大戦前までは、かろうじて馬が引ける程度の峠道であったが、1950年になり、本格的な拡幅工事が行われた。しかし、堀切峠の区間は、大型車のすれ違いが困難であり、福音狭小、線形不良箇所が現在でも多く存在する。1993年になり、それまで、県道高尾の宮の上線であった、堀切峠は、国道504号の一部となった。1994年12月16日発表の第11次道路整備5カ年計画により、地域高規格道路として、北薩横断道路が国道504号のバイパス道路として建設されることが決定した。2004年には、北薩横断道路のうち、北薩トンネルを含む泊屋道路の区間が事業化され、翌年の2005年に事業着手となった。事業主体である鹿児島県によると、泊屋道路の事業効果として、並行する国道504号が狭隘であることから、県道の福音狭小区間の解消による道路の信頼性、安全性の向上及び、鹿児島空港や北薩広域公園へのアクセス向上が挙げられている。2007年2月に北薩トンネルのうち出水市側の区域にあたる出水工区の入札を執行したが、応札価格が予定価格の半分以下となったため保留となった。その後、最偵察の共同企業体の構成員が防衛施設長談合事件に関与していたことが判明した。これにより、鹿児島県は当該業者を指名停止処分とし、入札自体が無効となった。その後2年間前述事件の対応等により次の入札まで2年間の遅延が発生した。2度目となる入札が行われた結果、薩摩町側の区域にあたる薩摩工区は熊谷、丸福、森、丸久市特定建設工事共同企業体、出水市側の区域にあたる出水工区は熊谷、西部、渡辺、蒲田特定建設工事共同企業体が建設を実施することに決定した。北薩トンネルは出水市側の出水工区から2009年3月16日に着工し、薩摩町側にあたる薩摩工区は同年12月21日に着工した。両工区ともに新オーストリアトンネル工法及び発破、掘削工法により掘削が行われた。北薩トンネルが貫通する出水産地の紫、小山はおおむね出水市側に、花崗岩、薩摩町側に、四万十層群が分布している構造となっている。泉川高校から掘削をはじめ1800メートル1900メートルに到達後、花崗岩と四万十層群の境界付近において、大規模な湧水が発生した。出水は300トン毎時に達し、出水工区全体では1200トン毎時の大量湧水が発生した。これらの湧水からは高濃度のヒ素が検出され、湧水を河川に排出する際の基準を満たすための恒久的な対策として、湧水量を減少させる必要が発生した。鹿児島県はトンネルの貫通後に別途減水対策工を発注し、2016年10月31日までに、減水対策工事が完了した。減水対策工事はダムの建設などで主に用いられるグラウチング工法により施行された。グラウチング工法を掘削後に地山改良に用いた施行例は少なく試験施行を重ねた結果、日鉄住金セメントが開発した極超微粒子セメントを注入することとなった。グラウチング工法による減水後に発生する湧水に対してのヒ素の除去対策のため、接触酸化、強沈処理法によるヒ素除去装置が泉川高校に設置された。2013年3月24日に貫通式が挙行され貫通した。開通前のイベントとして、北薩トンネルウォーキング大会が2018年3月18日に行われ、貫通から約5年後となる2018年3月25日に、キララインターチェンジから中屋敷インターチェンジまでの区間が開通したのに、伴い、供用を開始した。ありがとうございます。